ホスホエノールピルビン酸、カルボキシキナーゼは、リアーゼファミリーに属する酵素で、糖新性の代謝経路に利用される。ペプックはオキサロサク酸を、ホスホエノールピルビン酸と二酸化炭素に転換する。人には、細胞質型とミトコンドリア型の二つのタイプが存在する。ペプックは EC 番号で4.11に分類されている。反応を駆動するエネルギー源によって、三つの主要な タイプへと分類される。ペプックはオキサロ酸酸を、ホスホエノールピルビン酸と二酸化炭素に転換する。ペプックは、糖新性とクエン酸回路の連結部で機能し、C4 分子を脱炭酸して、C3 分子を作り出す。糖新性において、ペプックは、g t p の存在化でオアに対する、脱炭酸とリン酸化を行い、リン酸元の転移に伴って、GDP 分子が形成される。 カレクサキンバシラスサブティリスでは、通常ペップのピルビン酸への転換を触媒する、酵素ピルビン酸キナーゼがノックアウトされている場合に、ペプックは、ペップからオアへ転換する逆方向の反応を行うことで、アナプレロティック反応に関与する。この反応は可能であるもののエネルギー的に非常に不利であり、変異株は非常に遅いペースで増殖するか、全く増殖しなくなる。 ペプックは人では、細胞質型のペプック C と、ミトコンドリア型のペプック M の2つのアイソフォームが存在し、両者の配列は63.4%が同一である。ペプック C は、等身性に重要である。ペプックの X 線結晶構造解析によって、ペプックの構造と、酵素活性機構に関する知見が得られている。大腸菌エシャーケア古来のペプックの構造が解かれ、 活性部位は N 末端ドメインと C 末端ドメインの間に位置し、両ドメインが回転することで閉じることが観察された。また、鶏肝臓のミトコンドリアのペプックの MN2、MN2、ペップ、アンド MN2GDP との複合体構造により、どのように反応を触媒するかに関する情報が得られている。大腸菌のペプックに ATP が結合した際、 ATP のリン酸元が重なり型の立体ハイ座を取ることでリン酸元の転移が促進される。重なり型ハイ座は高エネルギー状態であるためリン酸基転移の活性化エネルギーが減少し転移はより容易になる。この転移は SN2 反応と似た気候で起こると考えられている。ペプックをコードする遺伝子の転写は多くの種で行われるが、 そのアミノ酸配列は種ごとに異なる。例えば、ヒト、大腸菌 E、古来、トリパノソーマトリパノソーマクルージーでは、その構造と、気質特異性が異なる。細胞質型のペップックは、グルコースの合成経路である、糖心性の不可逆的段階を触媒する。そのためこの酵素は、グルコースの向上性に必要不可欠であると、考えられており、 ペプック C を過剰発現したマウスは2型糖尿病を発症する。ペプック C が糖神性で果たす役割はクエン酸回路の影響を受ける可能性があり、クエン酸回路の活性とペプック C の存在量は直接的に関係していることが判明している。マウスの肝臓におけるペプック C のレベルは糖神性のレベルと高い相関があるわけではない。さらに、 マウスの肝臓ではほぼペップック C のみが発現されているのに対し、人ではミトコンドリア型のペップックも存在しており、ペップック M も糖神性を行う能力を有する。そのため、糖神性におけるペップック C とペップック M の役割はより複雑であり、多くの因子を伴うものである可能性がある。動物では、ペップックが触媒する反応は糖神性の立測段階である。 血糖値は通常一定の範囲内に維持されるが、その一部はペプックの遺伝子発現の正確な調節によるものである。ペプックのグルコース向上性における重要性を強調するものとして、マウスでこの酵素を過剰発現すると、人で最も一般的な糖尿病の形態である2型糖尿病の症状が生じる。血糖値の向上性は重要であるり、肝臓では 多数のホルモンによって、グルコース合成速度を調節する、遺伝子群の調節が行われている。ペプック C は2つの異なる、ホルモン機構によって制御されている。ペプック C の活性は、副人皮質のコルチゾールと水臓のアルファ細胞の、グルカゴンの分泌に伴って増大する。グルカゴンは、アデニル酸シクラーゼの活性化を介して、キャンプのレベルを増加させることで、 ペプック C の発現を間接的に上昇させる。キャンプはクレブタンパク質のセリン133番残機のリン酸化をもたらし、その後クレブはペプック C 遺伝子上流のキャンプ、応答性エレメントに結合して、ペプック C の転写を誘導する。一方コルチゾールは副腎皮質から放出されると肝細胞の脂質膜を通過し、グルココルチコイド受容体に結合する。 この受容体は二両体化し、核へ移行して、クレブと同様に、グルココルチコイドを統制エレメントに結合して、ペプック C の転写を誘導する。コルチゾールと、グルカゴンには強力な相乗効果が存在し、コルチゾールやグルカゴンのいずれか、一方のみでは到達できないレベルにまで、ペプック C 遺伝子は活性化される。ペプック C は、肝臓、腎臓、 死亡組織に最も多く存在している。アメリカ合衆国環境保護庁とニューハンプシャー大学との共同研究により、プブド混合物の難燃剤でマイナス71のペップックの酵素反応への影響が調査され、プブドはインビボでおそらくプレグナン X 受容体の活性化を介して肝臓でのグルコースと脂質の代謝を悪化させ、全身のインスリン感受精に影響を与える。 可能性があることが示された。ケースウェスタン、リザーブ大学の研究者らは、骨格筋でのペプック C の過剰発現によって、マウスは、より活発、攻撃的で、長寿命となることを発見した。ペプックは、C4 植物と CAM 植物で、無機炭素の濃縮に用いられる3つの、脱炭酸酵素の1つである。他の2つは、など、リンゴ酸酵素と、ナドップ リンゴ酸酵素である。C4 植物における炭素固定では、二酸化炭素はまず用肉で、ホスホエノールピルビン酸と共に固定されて、オキサロサク酸が形成される。ペプック型の C4 植物では、オキサロサク酸は、その後アスパラギン酸に転換され、遺ショウへ移動する。遺ショウ細胞では、アスパラギン酸は、オキサロサク酸に再転換される。ペプックは、 かんた場所で、オキサロサ酸を脱炭酸して二酸化炭素を放出し、二酸化炭素は、その後ルビスコによって固定される。ペプックによる一分子の二酸化炭素の酸性によって、一分子の ATP が消費される。C4 型の炭素固定を行う植物でのペプックの作用は、細胞質に極在している。ペプックは、多くの異なる種の植物に見つかるが、 支部周辺の細胞を含む特定の細胞種でのみ見られる。キューリッククミスサチベスでは細胞の pH を低下させる複数の処理によってペプックのレベルが増加することが発見されているが、これらの影響は植物の一部で特異的に見られるものである。塩化アンモニウムを含む pH の低い溶液や落酸を含む溶液で水やりを行った植物では、 根、ね、薬器でペプックのレベルが上昇する。しかし、このような条件でも葉のペプックのレベルは上昇しない。環境中の二酸化炭素濃度を5%にすると、葉のペプックの存在量が増加する。ペプックの役割を研究するため、大腸菌 E ライでの組み換え、DNA による過剰発現が行われている。結核菌マイコバクテリウムトゥーバーギアロシスのペプックは、 マウスのサイトカイン活性を上昇させ免疫系の反応を引き起こすことが示されている。そのため、ペプックは結核に対する効果的なサブユニットワクチンの開発に適した成分となる可能性がある。ペプックは近年になって癌研究の対象とみなされるようになった。人の腫瘍や癌細胞系統において、代謝に役割を果たすのに十分なレベルで、 ペプック M が発現していることが示された。そのため、ペプック M は、癌細胞で、特に栄養源枯渇や他のストレス環境下において、何らかの役割を果たしている、可能性がある。ペプック C の酸性と活性の双方が、多くの因子によって増加する。ペプック C 遺伝子の転写は、グルカゴン、グルココルチコイド、レチノイン酸、キャンプによって促進され、インスリンによって阻害される。 中でも一型糖尿病で欠損しているホルモンであるインスリンは多くの促進エレメントの効果を阻害する支配的な要素であると考えられている。ペプックの活性は硫酸ヒドラジンによっても阻害され、ペプックの阻害は糖心性の速度を低下させる。長期の足動ス下ではより多くアンボニアを分泌し炭酸水素イオンを酸性するために 金異尿細管のブラシエン細胞でペプック C のアップレギュレーションが起こる。GTP 依存的なペプックの活性はマンガンイオンとマグネシウムイオンの存在下で最大となる。極めて反応性の高いシステイン残機が活性分への MN2 の欠乏に関与している。上述したように植物が低 p h の塩化アンモニウム溶液で水やりが行われた際にペプックの存在量は 増大するが、COPH ではこの効果は起こらない。ありがとうございます。